それでは今日はカレーです、レンジで15分だそうです。一応ルーが、これは何て書いてあるの、自然の味、どこの会社ですかね、カレールー、あのご覧の通り、牛脂です。植物油脂は入っておりませんので安心して使えます。じゃあこちらでを使って、まあ、1人分 15g ずつをすで、に前もって用意しております。で材料はもうねお決まりのものですので、玉ねぎ、じゃがいも、人参、まあこれもあのいつも言っている通り、じゃがいもは1個って書いてありますけど、まあとりあえず2個で、人参も4分の1個って書いてありますけど、まあこれで大体大きめの人参だったら3分の2ぐらいですかね、まあ、それとあと玉ねぎも、2分の1個って書いてありますけど1個、使っていきたいと思います、それではこれはもう本当適当に切ればいいので楽ですよね。あ、すいません、やっぱり人参は、普通にした方が良さそうですね。多分また入らなくなる、ごめんなさい、急遽人参半分にします。じゃがいもはもう、芽を取っちゃったので、強引に使います。あ、また入らない、すみません、入りませんので、あの野菜を多めにするということを前提にするとすぐ入らなくなりますね、すみません、またこちらの耐熱容器に変更です。あとこちらはもう塩コショウしてありますので、これを、はい、あとは水を入れて、レンジでチンです。余談ですが、肉は本当は切るそうです、そんな入れるのはダメだというダメ出しを今レンジでチンを始めたらあの出ましたので、肉は切りましょう、とりあえず10分間が終わったのでこれにルーを加えます。それではこれを、さらに3分間、加熱ですね。今日のお昼ご飯です、サラダ、この中に甘煮が入っているのでいつも甘煮をかけて食べてます。で、今できたカレーですね。あ、今気がつきましたけれど、魚のないご飯っていうのは多分1ヶ月ぶりかなと思います。あ、でもこれご飯分けたけどこの中に入れちゃえば良さそうですね。バチャンは危険か。まあとりあえず一口いってみます。よいしょ、ちょっとスープカレーっぽいですけど、まあ十分いけますね、うん、まあこれもあの昨日のやつに続いてあのとても簡単にできますので、ぜひ、一人暮らしを始める皆さん、作ってみてください。